ボクシングの型を応用して極限の忍術を披露するつもりでいたが、思ったよりこれは難しそうだな。忍術なんて簡単だぞ。パオパオ老子、久しぶりだな。知り合いぞ。俺はパオパオ老子のいとこの服部ってもんだ。服部？弟子たちは俺のことを服部師匠と呼んでるが。冗談がきついぞ、パオパオ老子。この俺が老子を見間違えるとでも思ってるのか？甘えな。パオパオ老子に変装した俺の真の姿を見抜けねえようじゃ、まだまだだ。なんだと？パオパオ老子に頼まれて、妻やおめえたちのことを見に来たんだが、あまり期待されてねえようだな。俺はすまん。ぜひとも、俺たちに忍者について教えてくれ。パオ。早速、俺の仲間たちに紹介しよう。まずは我が家へ来い。パオ。京子ちゃん、よかったら、その、俺と一緒に。あ、いや、よかったら、これから動物園にでもどうかなって。うん、ちょっと俺、暇なんだよね。あ、でも、京子ちゃんに用事があるなら、また今度にするけど。
あれ、うちに来るなんて珍しいですね。何か用ですか？俺に？あの、俺今から出かけるんで、すいませんが、また今度ってことで。よう、ここにいりゃお前に会えるかと思ったんだが、ドンピシャだったな。土産持ってきたから渡そうと思ってな。本場直送ジェラートだぜ。溶けないうちに食えよ。気に入ったらまた持ってきてやるからな。ごめん、俺今から出かけるんだ。また今度。あれ？リボンちゃんですか？そういえばリボンちゃん、ツナさんのお家にはいませんでしたよ。あ、帰るんですか？それじゃ、さよならです。はひ、エクセレント。見せましょう。始めるぜ。おお、俺が極限の拳だ。
おかしなところであんね。見たところ一人のようだけど、動物見物かい？僕はただの見回りだよ。最近ここに武装スリ団が出るって話を聞いて、僕の庭先で勝手なことをしてイライラしてくるね。見かけても手を出さないで、僕が噛み殺すつもりだから。なんて随分くだらねえこと言っちまった。そうだ、10代目に相談しよう。この野郎、卑怯な真似しやがって。悪いが鍛え方が違うんだよ。倍返ししてやるぜ。お、そうだ、これだ、忍者の暗殺だ。忍者の砦を舞台に繰り広げられる暗殺劇、いけるぞこれは。よっしゃ、家に帰って台本作りに取り掛かるぞ。どこのドイツか知らねえが、お前いいアイデアくれたな。今日のところは見逃してやるぜ。出かけるんだ。また今度。あれ？嬉しいな。
ファッションに詳しそうだから。ありがとうございます。全くないね。僕一人で守れるよ。帰ってくれるかな。おい、そこのお前、俺の格好して何しようってんだ。お前、本当は誰なんだよ。昼間俺のふりしてあることないこと振りまいただろ。そういうの迷惑なんだけどな。お前、マフィアか？どこのファミリーだ？さて、カルカス。変装野郎はいなかった。まさかボンボレ？同盟ファミリーとは思ってんだろうね。じゃあ一体誰だよお前。その1、お前は俺の敵。うん、それだったらすぐ倒す。その2、お前は俺の味方。それでもやっぱりお前を倒す。お前は少なくとも俺に完璧に変装する能力がある。そんなお前を生かしてはおけねえ。お前がキャバローネに来てみろ。俺の部下は大混乱だ。ファミリーがぐちゃぐちゃにされるのはごめんだぜ。覚悟しな。下げとか。どこへ行った？エンツよ、足の下にいると踏んじまうぞ。2匹。さっきのやつ、今度はエンツィオに化けやがった。おい、エンツィオ、どっちが本物のエンツィオだ。ダメだ、これわかんねえな。いいけどな、この川の水が俺の代わりに判断してくれる。行ってこい。さーて、どっちだ。ほーら、一目瞭然、お前の負け。悪いんだけど、俺にボコボコにされる前にエンツィオの姿じゃなくなってもらえるか。嘘でも相棒を殴りたくないしな。黙ってたら凶暴化したエンツィオが我慢できなくなってお前を倒しちゃうぜ。
工藤か。分かったぞ、お前より仲良くしねえよ。ってちげえよ、ノリツッコミさせんな。インゴレ系はやめてくれよ、同盟ファミリーなんだからさ。それがお前の本当の姿だ。が我慢の限界のようだぜ。悪いな。へやっ！派手に飛ばしたな、エンツよ。さて、帰るか。ジロジロみんな、俺がここにいるのがおかしいか？ここにいればお前に会う気がしたんだが、勘違いだったみてえだな。おい、エクセレル。ファミリーは俺が守る。うぜえぞ。らしいですよ。はい、どういたしまして。でもここってどこなんだろう。ライオンに乗りてえぞ。そんなことできるわけないだろ。企画担当の人間に手紙を出せ。実現すればきっとこの動物園は天下を取るぞ。まず安全面を考えろよ。まったく。ソフトクリームが食いてえぞ。ツナ、買ってこい。ソフトクリームならリボンも一緒に行こうよ。俺はもう少しこの檻を見てんだ。もう人使いが荒いな。じゃあここにいてよ。京子ちゃん。
なんでここに。リボンに。リボンはすぐどっかに消えちゃうかもな。ごめん、京子ちゃん。京子ちゃん。そうだね。俺もそう思ってたんだ。そうだね。どういうこと？なんで京子ちゃんが二人もいるの？それはこういうことだ。リボン。リボン君。ここにいる二人の京子のうち、一人は偽物だぞ。妻に用があって京子に変装して近づいてきたんだろうな。それで、どっちが本物の京子ちゃんなの？それを見分けるのは、ツナ、おめえの仕事だ。そんな！ツナ君、もちろんわかるよね。だって、全く二人とも同じに見えるんだけど。ひどいよ、ツナ君。リボン、なんとかしてよ。しょうがねえな。リボン、うお、死ぬ気で強子を見極める。どっちだ。まずは二人を観察する。ひどいよ。私が本物なのに、なんで私の変装なんてするの？私は私だよ、ツナ君。あなたは誰か知らないけど、あなたにはあなたっていう大事な自分があるんだよ。どういう理由かわからないけど、あなただってあなた自身でいる時の方がきっと楽しいはずだよ。偽物を討ち取ったり。
そんじゃ配達行ってくるぜ、親父。おう、頼んだぞ、たけし。なんかあったか？悪いな、近頃物騒だから配達の時はこれ持って歩いてるんだわ。どこの誰だか知らねえけど、忍者ごっこはまた今度な。悪い、この配達急ぐんだ。じゃあな。やっと見つけたわ、リボン。どこにもいないから、もしやと思ったら、やっぱり公園にいたのね、リボン。あなたの一人で遊んでる姿、私、また惚れ直したわ。ほら、あなたの好きな市販のお菓子を持ってきたの。食べさせてあげるわ。あなたにそう言ってもらえると私も嬉しいわ。はい、どう。あなたのためのお菓子なんだから。はい、どうぞ。誰？お邪魔かな。ええ、邪魔よね、リボン。リボン、せっかく二人っきりなのに。まあ、リボンって。やっと僕の相手をしてくれる。まったくの同感だ。それは感激だね。
あかん。よろしく。そう、リボン。ヒバリを受け入れるの。私は止めない。リボン。もちろん、あなたが勝つって信じてる。それじゃあ始めようか。用意はいいか、赤子。頑張ってね、リボン。行くよ。あれ、どうしたの？前より反応が鈍い気がする。油断しない方がいいよ。さすがだよ。そう来なくちゃ。いいわよ、リボン。了解よ、リボン。僕も楽しみにしておくよ、赤子。ヒットマンリボーン、レッツ暗殺、狙われた10代目